間かかるのは違うぞ。いやいや、ちょっと似てますよ。あ、先輩トンボいますよ、後ろに。イエーイ、ライトアップされて綺麗になるやん。そう、先輩んちの庭は。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、トニーです。ジャイです。今回は、うん、ちょっと島作っていきましょうか。ねえ、これ先輩の家地味にね、うん、邪魔なんすよね。邪魔ちゃうわ。ね、まずね、飛行場から出てる道と案内場ね、うん、こう道でつなげようかなと思ってるんですよ。なるほど。そうで、案内所の目の前はこう広場にしたいなと、うん、考えてます。オッケー。はい。でね、うん、水をまきたいんですよ。 水好きやな。そう、もう僕はね、もう水なんですよ。トニーといえば水。そう、僕はもう水なんです。あ、これ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 、そういう輪の模様あるよな。ありますね。扇のなんとか模様ってあるんやろうけど、名前までは知らんわ。終わった。終わりました。これなんか微妙いな。これ微妙いですね。テラコッタにします。テラコッタかわいいな。テラコッタ、レンガの道でもいいような気しますけどね。トニーなんかレンガ好きよな。僕もね、レンガと水なんですよ。僕はレンガと水、もう僕の名前それでいいと思ってます。あ、はい、じゃあ今度からレンガと水って呼んだらトニーが反応してくれる感じ？それは反応しないですね。このね、石のやつをね。お、なんじゃ、なんや今いいよ、もう忙しいのに。もう、じゃあもう急遽始まったな。守る、かわいいな。グマ言ったら全部やってくれと思って、ないんですよね。トニーが好きだからトニーの家の近くだよみたいな。いや、ないでしょ。ここだって埋める場所ないっすもん。ちょっと先輩、本当に、あ、これではないのか。いっぱいあるぞ先輩。はいはい、せーの。あ、あかんわトニー。え、俺とお前の2人の勝負だよって言ったから、うち触れないわ。え、マジですか。うん、 A ボタン連打しても無理やもん。なんてことだ。じゃあ行きますよ。うん、せい。なんでだよ、化石かよ。なんで化石。あー、あと10秒先輩。邪魔だ邪魔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 。呼ぶ呼ぶよ。ちょっと絶対無理だ、絶対この子の鬼畜のところに。もうなんや。はやかましいわ。1 2 3。ややこいなこれ。はあ、1 2でしょ。はい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 。はあ、ノリに乗ってるねトニー。乗ってます。うん。ああ、トニー。はい。パチンコしまった。送られた。あ、本当に。パチンコを作るんだ。パチンコ早く作らないと。硬い木材あります？どっかに。そこに落ちてる。あ、違うか。違いますね。あれ何色です？茶、濃い茶。あ、あ、あ、さよなら。さよなら。まあ、先輩、斧、先輩、斧。先輩の斧で。いやいや、先輩、斧で、斧でこの木たちを叩いてくれたら茶色のやつができます。あ、茶色のやつ、はいはい。あ、違う。斧、セックスコップって。セックスコップでしょ。あ、叩いた、叩いた。こっちも？うん。あ、あ、パチンコできましたね。おめでとう。あ、どこ行っちゃったかな。ちょっと待って、風船追いかけてる暇あるんすかねこれ。ちょっと待ってよ、ここ登ってる暇あったら。
た来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 た、よし行くぞ。今こそパチンコ。さあ任せろ。命中率 100% なんでや。もっとバックですね。これ遠いかな。これは遠い。これは遠いかな。射的か。あー、惜しい惜しい。もう一回 OK。 やったー。絶対しょうもないものやと思いますけど。雑巾やな。雑巾。あ、ラッキー、やった。はい、ちょうだい。うちに預けてたら先輩金鉱石100倍にして返す。100倍ならんでしょ。マイナスで返ってくるでしょ。先輩に預けたら守る。では監督、うん、工場再開しますね。うん、働け。わかりました。はいはいはい。イエーイ。開けしちゃった。先輩、おいお前、はい、なんすか。順調かね。あ、順調ですよ。なかなかの手際でしょ。ローペースだ。いつものことなんですよ。これが半分勝ったよ。いや違うんですよ。丁寧にするんです。丁寧に。丁寧にするのと時間かかるのは違うぞ。いやいや、ちょっと似てますよ。あ、先輩トンボいますよ、後ろに。イエーイ。どっか行ってもた。はい。うるさい。そんな怒らなくてもいいじゃないですか。あー、なるほどね。じゃあや、こいつ。あー、先輩お願いしますよ。先輩お願い。先輩の、なんで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 。どこ行った、どこ行った。あ、おった、アホ。誰かアホや。なんで、なんで、なんで、なんで。早い。あ、捕まえた。すげえ。ノールク。お前に能力言われたから。フライフル、ノールク、ノールク、なんていうんですか、こういう時は。わからんわ。あ、でもいいんじゃないですか、これ。ほら。うん、公園みたい。なんか雰囲気出てますよね。なんか、うん、崖っていうのがちょっと嫌やけど。せやんな。あれやな、バケツがあれば、流せれてるかもしれんかったな。ちょっと無理っすよね。すごい腕力やろ、うち。押せます、それ。え？はい。ですよね。あー。そのちっちゃいやつ？はい。おー、 おー、あ、斜めカットする感じ、いいね。柵を立てる。どこに立ててるの。やんちゃですね。かなりやんちゃもんですね、それ。いやいやいや、マジでそれわざとでしょ、今。間違ってん。あれ、はい、 Y で取れますよ。知ってたわ。いや、今何押してたんですか、ほんと。せっせと働いてるバージョン。なんか微妙いな、これ。微妙いっすね。うん、なんか囚われてるみたい。囚われの身になってますよね、これ。なんか、うん、B 級だな。はい、ということでね、ある程度できましたね。うん、そうやな。で、まあ、あの街灯とか注文して、また家具とか、まあ、そういう置くやつ、うん、まあ、またの後でになりますね。後日発送される感じやな。そう、また後日につけれるみたいな感じかな。で、一応このマーキングするところに街灯をつけようかなって感じですね。あ、これな。はい。で、まあ、まずはこのさっきまで作ってたこの広場なんですが、まあこんな感じにしましたね、結局。うん、ね、ね、これ先輩んち、これ何気になんかこのままでもいいような気するんですけど、ね、おしゃれやろ。このままでもいいっすよね。うん、このままでいいよ。で、先輩んちの庭がこっから裏からこう入ってこれるんですね。誰でも侵入可能な可能な庭ですね。オープンな庭。あ、水も飲めるしね。うん、広いな、庭。いいな、一等地やな。あ、で、こっからまあ左はもう関係なくてまだ触れてないんですね。
うん、今は触れてないですね。まあ、とにかくこの飛行場から来て先輩の庭をこう通って、まあここも街灯つきますね、長いの。あ、ここな。はい、ほんでこういう店はちょっと移動させるとして、まあこんな感じでこう広場に着くんですね。うん、ほんでね、この案内所とのこのつなげ方はまたもうちょっと考えますけど、せやな。そう、今はとりあえずこんな形かな。で、ここからあれですね、あの並木道作りたいですね。なあ。そう、並木道の先に学校見えてるみたいな。いいやん。ねえ、うん、学校は本当にあるんですかね。作ればある。作れるんですかね。まあいいや。まあでね、まあ、この広場作るときにちょっと気をつけたとこだけ言いますね。うん、この広場、これあのね、こうクリエイトするときにちょっとやってしまいがちなめんどくさいことがあるんですが、まあこう塗るじゃないですか。うん、ね、ほんでその隣にはまた違うこういうねデザインのものをこう貼ろうとしたときに、こう間違ってこう床をね塗っちゃうときあるんですよね。まあこうやってせっかくこう形つけたのに、うん、テラコタタイルをね、あーみたいな、あ、間違って塗っちゃったみたいな、うん、そう、これをね阻止するためにこの鉄の柵をねここにこうポイって貼っときゃ、ここはもう色塗れなくなるんで、うん、防止柵やな、これは。そう、だからもう全然ねこうペタ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 塗れちゃうんですよ、こうやってね。うん、もう鉄のあるところは塗れないから、なんかこう糸も簡単にこう囲えちゃうみたいなね。あ、そうそう、ほんでちょっと先言い忘れたんですけど、ここをこのポイントをまたあのちっちゃい街灯つくんで。あ、ここ、はい、ここもちっちゃい街灯ね、ライトアップされて綺麗になるやん。そう、先輩んちの庭はねライトアップされて綺麗になるんですよ。最高やな。いいでしょ。うん、そう、まあとにかく今回この辺ですね。せやな。はい、な、終わりますか。うん、写真撮って終わりますか。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは写真を撮って終わりにしましょう。はい、いきますよ。はい、はい、チーズ。それではトニーでした。チャイでした。またね。じゃあなー。